レミパンは料理愛好家、平野レミが監修するフライパンシリーズの総称である。深型形状と自立する蓋を主な特徴とし、2016年にはフライパンの取り手にキッチンツールを一時置きできる機能を追加したレミパンプラスが登場した。2001年に平野レミ監修のもと、小田島より発売、直径24センチメートルのレミパンに加え、 直径 20cm のピコレミパンもラインナップ。2016年にはプロダクトデザイナー柴田文江が設計を行ったモデルレミパンプラスが登場。既存の機能に加えキッチンツールをハンドルにおける新機能を搭載。2016年にグッドデザイン賞並びに人間中心設計推進機構による HCD ベストプラクティス賞。 人間工学グッドプラクティス賞を受賞している。雑誌女性自身には以下の特徴が書かれている。雑誌モノマックスには以下の特徴が書かれている。2014年キッチンブランドレミーの立ち上げを機にもう一度レミパンを発明し直すことはできないかという思いから生まれた。開発にあたってはレミパンユーザーへのインターネット調査や 主婦や飲食店のシェフへのインタビュー、ウェアラブルカメラを使って実際の調理中の行動を観察するなどの様々な調査が行われた。キッチンツールがハンドルに置ける機能はこういった調査のもとキッチンツールの一時置きの場所がないというユーザーの隠れた不満をもとに考案された。開発着手から3年、2016年に完成。プロダクトデザイナーは柴田文江 東急ハンズ、ロフト、全国主要百貨店、レミー公式サイトほか、レミパンプラス公式サイトハットエビーグッドデザイン賞、ホームページユー、アイズ、デザインインクホームページ日本人間工学会、ホームページ女性自身2011年9月22日合公文社 モノマックス2017年4月号宝島社人間生活工学通関46号2016年9月発行人間工学グッドプラクティスデータベースハットデザインスタジオ ?S ホームページペンナンバー4052016年4月15日号 ?CCC メディアハウス出版レタスクラブ2012年2月10日 発売カドカーマガジンズ宝トミー公式ツイッター2017年3月14日コムアイ公式ツイッター2017年3月2日ありがとうございます